岡山県岡山市東区東区は、岡山市を構成する4行政区のうちの一つである。最大寺市街東区は、旧最大寺市、上東町、瀬戸町からなり、区域の生誕を中区との境界にもなっている百軒川が、中央を一級河川の吉井川が管流している。また、北西部には、ケシ山をはじめとした山々がそびえ、南部は、小島湾。 瀬戸内海に面し、岡山市内唯一の有人島である犬島がある。区の中心は、金量山西大寺の門前町として栄えた最大寺地区であり、現在でも住宅が立ち並び、市内でも比較的人口が集中している地区である。最大寺地区は、日本三大記載の一つとしても数えられる最大寺回避が行われる。シャインマスカット、ニューピローネ。 桃太郎不動、あたごなし、鴨なし、いちご、米麦の栽培が盛ん。区域の北東部、上東地区、瀬戸地区では、トマトやぶどうなどの栽培が盛んであり、水量豊富な吉井川や、密車量も多く、穏やかな自然環境を持っている。お辻城跡と現在の東区の区域のうち、最大寺地区では、室町時代にかけて、 微前国の商業的中心地であった福岡に近く、吉井川を航行する船の荷上げ場として、また、751年に混流されたと伝わる、近陵三世大寺の門前町としても賑わいを見せていた。西大寺では、戦国時代から現在までおよそ500年続いている、会美が行われている。瀬戸地区では、古代の山城とされる、大場町。 めぐる山城跡があるほか、鎌倉時代に、平安時代末期の自称、樹衛の乱で消失したなら、東大寺の再建時に使用された瓦が焼かれており、当時の遺構が発見されている。戦国時代には後に、備前国を掌握し、岡山城主となる北氏が本拠を津市城、亀山城に構えていた。江戸時代には四大岡山藩主、池田綱政の命を受けた軍、軍大。 津田栄忠氏によって甲島に行った沖神殿が開発された。また、区域の北部には山陽道が通り、藤井地区には宿場町が形成され、現在でもその面影を残す建物が存在している。明治以降、最大寺地区に金が淵宝石の工場が創業を開始し、京弁鉄道の最大寺鉄道の開通と、相まって、蛍工業の立地が盛んになった。 戦後、1953年に11の町村、地賀が合併し、最大寺市が成立。1962年には、国鉄和光線が開通し、その影響で、最大寺鉄道が廃止されたものの、その後、国道2号、岡山ブルーハイウェイ、岡山バイパス等が、相次いで開通したことによって、利便性が向上し、周辺の宅地化が進行した。 区名は、公募により選ばれ、1位、東区、2位、吉井区、3位、吉井川区、4位、丘東区、5位、上東区であったが、旧地域名は採用しないという方針と、最も支持を集めたことにより、東区が選ばれた。なお、当初は、中区と一つの区を構成する方針であったが、100件、河井勢の住民から、大きな反発があり、 また市議からも多数の異論が出たため分割された。廃止鉄道線詳しくは、岡山市の町、あざ一覧を参照。ありがとうございます。